ナッセと一緒じゃないんだ。このまま自然に通り過ぎれば。遅いよ、こんな身近に神候補がいたとは。身近ってお前は誰に。もうあなたの後ろにいます。サキちゃん、架橋くん。あ、されたサキちゃんに赤の矢を刺されたって意識はある。でも元々俺はサキちゃんのこと好きだから。これでサキにベタ惚れ。サキちゃん好きです、大好きです。